よし、ウーバー乗ります。とりあえずこれから空港に。じゃこの YouTube を見てる皆さんも見慣れすぎてるからあんまり面白くない気がして。あ、そうそう、でもね、今回ね、荷物をちょっとトランクもミニトランクと変わりなので機内預けが必要です。あ、やべ、なんかセキュリティが激混みという情報を得て急いできたんだけど、確かにこれは混んでる。げー、こんな並んだのって近年ないな。今回はエイリアンウェア1個しか代わり入れてないからすげえ楽でした。やばった、なんとか無事出てこれました。今回 A6 だって。なんか毎回乗り場も違うの。これ見えるかな。今ね、 YouTube のアップロード、ドリ散歩をね、ちょっとアップロードしきれないで来ちゃったんで続きやってるんだけど、アップロードは空港の古い Wi-Fi 結構速くて平均して 10Mbps ぐらいは余裕で出てるんですよ。今もう搭乗が始まって出発が30分後なんで、すげえギリ無理かな。今ちょうどね、もう全員乗っていいよっていう状態なんですけど、残り3分まで来た。残り3分だって。なんかあの、みるみる残り時間が、まあ、多分あの1回中断してたせいで計算が誤差になってるんだけど、もうあと2分、ギリいけんじゃない。これアップし終わって延行時間が少しあるから、ちょっと公開はあのスケジュール公開にしようと思いますけど、うまくすればフライト中にドリ散歩を公開できそう。やばいぜこれ。56 52 1 50、あーもう40、もういける。あ、終わった、アップロード終わった。今ちょうどこのアナウンスで、あの席が奇跡的に Wi-Fi 早かったのかも。ということでこれから搭乗です。いや、もう誰もいないし、意外と混んでる。まだここで詰まってた。ウェルカムジャパン。今回はトランクをね、忘れそうで怖い。普段持ち歩かない。普段持ち歩かないから。ホテル毎度の品川なんだけど、いつもはこっちなんだけど、こっち来たことないな。どこから入るんだろう。結構つらい。まだ上行くの辛いよこれ。マジかこれ。よし。もういい、この腰はいいって感じだけど。来ました。なんかいつもと違うホテルなんですけど、結構いいかもしれない。ここレイアウトは変わんないかな、いつもと。ホテルがね、隣のホテルなんだけど、こっちの方がちょっと高級感ある。ちょっとせっかくだから一応お約束で。あ、リニューアルしたって書いてあったな。いつも泊まるホテルは、風呂場とシャワールーム別なんだけど、ここは完全にユニットバスで、トイレも洗面所も狭いのは、まあしょうがないかな。とりあえず、また機内で一食抜いたんで、もう今腹ペコなんで、とりあえず食べに行きます。なんか今日めっちゃ寒いんだけど、なんか明日雪とかいう
いやなんかもう獺祭をだいぶ飲み干したということで、とりあえず今晩ご飯食べて帰ってきたんですけど、ちょっと結構濡れたんで、ちょっととりあえず着替えます。そうそう、あのこのウィンドブレーカー、ヘルメット買った時の、バイスクールショップで一目惚れして買ったウィンドブレーカーなんですけど、すっごい薄くてなんかあったかい、ペラペラなんだけどすごいあったかいんでお気に入りで、 YouTube のコメントでもこれどこでのメーカーですかって質問があったので、概要欄にリンク貼っておきます。今日の動画を締めたいんですけど、いくつかアップデートしておきます。まず一つ目、じゃじゃん散財かな、ジャパントラベルシムカード、これね今回気づいたんですけど、 JAL のこの情報、日本の人にどんだけ有益かわかんないですけど、海外から日本に行った時に MVMO 的シムカード、これ IIJ ミオですけど、おつねさんもおすすめしてたと思うんですけど、 IIJ のシムカードが2ギガの、ナノシムで3000ちょっとぐらいで買える、機内で買うのでかいですよね。なんかこんななんか日本っぽいパッケージにもなってて、この感じで、ね、今回ちょっとこれをなんかもう最近すっかり T モバイルっていうUS のキャリアの、ローミングが追加費用なしで無制限で使えるんで、それでもう満足してたんですけど iPhone で、ただそれだとスピードがすごい遅いんですよ。さすがにね、いろいろね待ち合わせとかに苦労するんで、ちょっとこれ買ってみました。まだ入れてないんで後で試してみようと思います。もう一個、じゃじゃん、皆さんが気になってるエイリアンウェア13インチ、こいつをね機内で使おうと思ったんですけど、結論から言うと、機内ではまず一回も使いませんでした。まあ、一つは、まず AC アダプター、レンジによって 180W あって、もしかして内蔵 GPU の時だけは消費電力少ないんで、電源供給できるかなと思ったら、結構刺した瞬間から終始電源が供給できなかったのががっかりしたっていうのが一つと、あとエコノミーだと、これね、もう見ての通りなんですけど、13インチですごいコンパクトなんだけど、この縦奥行き感がだいたいここが13インチの本来の液晶ぐらいのサイズ感だとして、ここにねかなりこの排熱用のというか出っ張りがあるんです。実際これ開く時にもねこんな感じでここが何残る感じで、こいつがかなり排気に対しては機能的に機能してくれるんですけど、おかげでここがねフットプリントが大きいで、 AC アダプターがさらにここに刺さるんで、結構この奥行きをすごい取るんですよね。なので、13インチだからといってもポータビリティっていうか、そのフットプリントちっちゃいんだけど、確かに飛行機の中、しかもエコノミーの中で使うっていう意味では結構厳しかったかも、第一印象でした。なんでちょっと動画編集できませんでした。多分僕その前に一昨日ぐらい、この届いた日に一応このエイリアンウェア13インチの開封動画を録画だけはしてたんですけど、ちょっと編集する時間がなくてそのままだったんです。多分こっちが先に出て、この動画先に出て、後で開封動画出るって感じになると思うんですけど、まあそういう感じで、残念ながらちょっとね、編集機内でするには、意外とフットプリントがでかかったよという話ですね。まあやっぱりゲーミングですよ。尖ってますね。いやただやっぱり持ち運びはね、川流に、この川流の、ここにちゃんとギリ入るんで、まあ、MSI の17インチと比べても持ち運び性ははるかに高いんだけど、まあ、そういうちょっとこう奥行き問題とかいうのはあるよっていう話だけは一応シェアしておこうと思います。あとねもう RX100M5 必要な気がしてきた。もうやっぱちょっとバリアングル液晶と AF 早くないと辛いっすね。あんだけ LX100 最強って言ってたんだけど、なんかピチキョの動画とか見てても、RX100M5 はやっぱり最強な気がしてきたな。悩みすぎて頭から煙出てます。